しかったわね。濃厚な黄身の味玉、ジューシーなチャーシュー、コクのあるスープ、本当に美味しかった。大満足にゃ。餃子も美味しかったね。でもちょっと食べ過ぎちゃったかも。お腹が苦しい。それじゃあ落ち着くまでちょっと楽してみる？楽？実はここからちょっと行ったところに人力車の乗り場があるんだ。どう？次は人力車に揺られながら下町の風景を楽しむってのは。いいわね、面白そうだわ。リンも乗りたい。私も。人力車ってなかなか乗る機会ないし、みんなとは乗ってみたいな。人力車は観光ガイドで見た時から興味があったんだ。でも突然行っても乗せてもらえるのかな。予約も何もしてないんだけど。今から行くのは予約がなくても乗れるところだから大丈夫だよ。早速行ってみよう。やっほー。ガタガタ面白いにゃ。天気もいいし、絶好の人力車日和だね。日常風景を楽しむのもいいけど、せっかくだから観光っぽいこともしとかないとね。なんだかいつもと景色の見え方が違う気がするにゃ。映画の世界みたい。そうだね。ゆらゆら揺られてお腹もいっぱいで、日差しも気持ちよくて。にゃ、かよちん目がとろーんってしてきてるにゃ。これが人力車の乗り心地なのね。自動車ともクルーザーともヘリとも全然違うわ。あははは、人力車とヘリを並べるのは世界中でもマリーだけだね。愛はよく乗るの？人力車。いや、さすがに私もめったに乗らないよ。今日みたいに特別なお出かけをするときだけ。だからこそ新鮮で楽しいんだけどね。じゃあ愛ちゃんも今は私たちと同じで観光気分ってことかな。そうかも。かよちん、かよちん本当に寝ちゃったにゃ。もう食べられない。ありゃりゃ、風が気持ちいいものね。なんか私も眠くなってきた。え？ちょっとカーナン、せっかく人力車に乗るなんてレア体験をしてるのよ。ウェイキャー！